おじいさんのランプは、新見南地作の児童文学。新見の生前に観光された、唯一の童話集、おじいさんのランプに収載された。老人が孫に、自身の人生と、灯油ランプにまつわる話を語って聞かせる構成で、最初と最後の部分は観光当時の1940年代、本編の話は、日露戦争の自分の物語である。東一少年が、 友達とかくれんぼをしている時に土蔵の中でランプを見つける。その形を面白がった彼は蔵からランプを持ち出し友達と見入っていたところおじいさんから子供は何でも持ち出しよる。電信柱でも何でも遊ぶものはいくらでもあるだろう。と叱られてしまう。やがて日が暮れた。東一が家の中で昼間見つけたランプをこっそりといじっていたところ おじいさんがやってきて、自身の一大記を語り始める。五十年ほど前、時は、明治の終わり頃、柳部神殿の村に美之助という少年がいた。彼は、両親も親戚もいない、全くの孤児だった。そんな彼は、小森でも米付きでも何でも村の雑用をこなし、なんとか村に置いてもらっていた。ある日、人力車引きの手伝いを頼まれて、生まれて初めて村を出て、 大野の町に行った美之助は、そこで初めて、ランプというものを知る。その明るさに感動した、彼は、自分の村も明るくしたいと考え、なんとかランプを手に入れて、自分の村に持ち込む。そこから徐々に手を広げ、ランプ売りとして、生計を立てるようになった。ある日、売り文句で、畳の上に新聞を置いて読めると言いながら、自分が文盲であることを恥じた、彼は、 区長さんの名屋を借りて住んでいた園から区長さんに字を教えてもらい書物を読むことを覚えるランプ屋として成功した彼は家を建て妻をめとるやがて子供も生まれ幸せの絶頂だったところが彼が仕入れのために大野の町に行ったところ町には新たに電気というものが引かれていた伝統はランプよりはるかに明るく彼はその存在に驚き恐れを抱く いつしか村にも電気を引くという話が持ち上がる。伝統が灯されれば、用なしのランプが駆逐されてしまうだろう。ランプに生活をかける身之助は、電気の導入に眼鏡に反対したが、結局のところ村への電気導入が決まってしまう。彼は逆恨みして、電気導入の寄り合いで議長を務めた区長さんの家に、火を放とうとする。しかし、放火しようにも、手元にマッチがなかった。 代わりに持ってきた火打ち石ではなかなか火が起こせず、苛立だった。彼は、古臭いものは、いざという時役に立たねえと悪態をつく。その瞬間、彼は、自身の誤りを悟る。今や、ランプも古臭いものだ。これに執着して、逆恨みで火を放つなど人の道に反することだ。彼は家に引き返すと、家にあるすべての売り物のランプに灯油を注ぎ、 商売用の車に下げて持ち出す。そして50個ほどあったすべてのランプを池の縁の木にぶら下げて火を灯すと泣きながら石を投げつけ、その何個か終わり、ランプに別れを告げるのだった。そして彼はランプ屋を廃業し、町に出て本屋を始めた。東市が蔵で見つけたのは唯一残った置きランプだった。東市の祖父である美之助は東市に交差として結ぶ。 わしの商売のやめ方は、自分で言うのもなんだが、なかなか立派だったと思うよ。わしのやり方は少し馬鹿だったが、それ、でも世の中が進歩して、自分の商売が役に立たなくなったらすっぱりそいつを捨てて、昔にすがりついたり時代を恨んだりしてはいけないんだ。漫画子供文庫の第28回放送文と、第1回若手アニメーター育成プロジェクトの一作として2011年に、 公開されたものとがある。声の出演、編集スタッフ、編集ありがとうございます。